こんにちは、寺井瑠衣です。アート&コーヒー、この番組はアートをもっと身近に感じてもらうためにコーヒーを飲みながらいろいろなテーマでゆったりするお話番組です。今日のゲストはスペシャルゲストで南條文雄さんです。どうもよろしく。このよろしくお願いします。南條さん、今肩書きって何なんですか？まあ、肩書き必要じゃないですよね。まあ、その森美術館の館長を去年の末に引いたので今は特別顧問っていう名前になってますけど、もともとあった自分の会社もあって、そこも代表取締役になってるんですよね。いろいろな美術館なり、あ、何ですかね、美術関連のコンサルタントとかもやられてますもんね。そうですね。最近多いのはやっぱりアジアから美術館を作るののコンサルをやってくれっていうのは結構来ますね。アジアの美術館のコンサルなんですか？そう他の国ってことですか？つまりアジアにその美術館作るブームが今押し寄せてきてる感じなんですよ。だからまあ台湾なんかものすごくたくさんすでにあるんですけど、中国もどんどん作ってますよね。今から10年前ぐらいに中国の人はこれから2000建つって言ってたんですよ、美術館が。2000 でも実際建ってんじゃないかと。であとはそのベトナムとかね、あの辺タイとか、ああいうところもどんどんプライベートな美術館が建ち始めてる。それは何ですか、現代アートなんですか？それともほとんど現代アートですね。それは世界中の現代アートなのか、それとももっとローカル的なもの？まあ、ローカルをベースにできれば世界のものも時々見せたいみたいな。でそこのアジアの、頼まれている美術館なり、その美術機関の、南條さんのコンサル業務って何をされるんですか？そうするとね、まずその美術館作ろうと思った時にね、3つぐらいのカテゴリーがこうあるんですよ。一番最初に来るのは大体建築ですよね。そうするとその建築がどんな格好しててもいいんだけど、壁をどうするのかと、どういう仕様で壁作るのかとかね、重さはどのぐらい耐えればいいのかとか、まあ、それ床も重さの問題がある、それから照明、それから空調、で光がどんな具合にだから中に回ってるのかと、でガラスの窓が多すぎると、まあ、アジアの暑いところじゃ問題ですよね。じゃあ空調は、だから空調はどうするの？空調の空気が当たってると作品おかしくなっちゃうわけでしょ。だからその空気はどっから出してどっから吸うのかとかね。そこからやるんですか？まあ、それは僕の専門じゃないんだけど多くの場合ね、建物は一番先行するんですよ。だからそのキュレーションだけじゃなくて、その箱からもコンサルティングするんですか？そうですね。だから、やっぱり僕は細かいこと全部指定はできないけども、それ建築分かってる人連れてきて一緒にコーディネーションするとかね。これは良くないとか、その建築家さんも知らないですもんね。そうそのアートに関してはで建築がねすごく強い人だとね、こっちが言っても聞いてくれないけどね偉い人いるでしょ、世界中に。そうすると建てたい人もいるんじゃないですか、そういうの。だからまあ当然その名前がね、例えばレンツォピアノとか安藤忠雄とかなってくれば、それだけでも広報効果があるわけだからやりたいわけですよ。でもそういう人たちってあんまり言うこと聞かないからね。だけどジョージ・ポンピドーとかレンツォピアノじゃないですか、まあ、そうそう、あとリチャード・ロジャースでしたっけ、が合体して作って やってますけど、あれとかってそういう人たちいなかったんですか？コンサルってこと、はい、それは美術館の人が相当やってると思う。あ、そうなんですか。すでにある美術館がの建物でしょ、あれは。そういうところはその美術館のキュレーターとかそういう人たちが中にいるから、それが言いますよね。だから一から建てるときはもう全て、そうだけど、その、まあ、ある多分お金持ちのオーナーがそういうことをやりたいってゼロから思ったときにはそういう頼る人がいないわけだよね。那須の奈良さんのとかってどうなってるんですか？あれは奈良さんが相当、最終決定してると思う。奈良さんって結構そういうの詳しいんですか？じゃあやっぱりあれだけキャリアがあれば見てきてると思いますね。その空調とかのあれとか、空調とかなんかもちょっと勉強すれば勘どころは分かると思う。だけどあれをやったあの石田さんという建築家はね、ハーツォガンデムールのところにいた人だから、それはそれでやっぱりヨーロッパの美術館をたくさん見てきてると思うんですよ。
だからまあ初めて両方とも初めてかもしれないけども、うん、そのリテラシーは相当高いと、うん、2人ともっていうことになるんですよ、ね、バーゼルとかも彼らですもんね。そうそう、あのスツライね、うん、だから多分そこにいたからやっぱり詳しいんでしょうね。そうね、そのアートの、まあ、建物とアートの関わりって、うん、だから建物の話があって、うん、それから次は組織論があるわけですよ。美術館の中の組織ってどうなってんのっていう、はい、そうすると普通だったらそのアドミストレーションっていうかな、はい、管理部門とそれから経理と、はい、それでまあ広報と、はい、学芸とっていうふうに想像するじゃないですか、はいはい、で大体そんなもんなんだけど、じゃあそれにそのアメリカの美術館なんかだったらそこに金を稼ぐ部門がついてるわけよね。ディベロップメントっていう、寄付金を集めたりとか、はいはいはい、そういう人たちの部門もあったりする美術館があるし、うん、それから学芸も行って何人いればいいのかとかね、うん、そのどういうレベルの人たちかとか、うん、そういうのがあって、でさらに言うとそこからあとはじゃあ立ち上がりの時に展覧会どうしようかと、うん、何の展覧会やるか、オープニングですよね、うん、オープニングらしい展覧会とは何かとかね、うん、だからこんな3段階ぐらいあるわけですよ、うん、だアートに特化したそういう PR 会社みたいなのもあるんですか。じゃあアートに特化したのあるんですけど、そんなに数はないよね、うん、日本の場合にかなり個人でそういうことをやってる人たちが何人かいて、例えば2人か3人ぐらいのグループの人がそういうのを受けたりしてるんですよね、うんうん、だけど森美術館とか すごかったじゃないですか、南條さんの、うん、いる頃の福田さんとか、うん、もう並んでるじゃないですか、まあ、バスキアも並んでましたけど、うん、ああいうのってやっぱりこう、あ森はね中に広報部門が 4、5人いるわけですよね、そういう人たちがこう戦略を立てるんですか。まあね、だけど森が立ち上がる時はそういう人いなかったわけで、うん、まあ、いなかったっていうか、まあ、部門は作ったけども、それはそのニューヨークのアート PR 会社に頼んだ。あ、そうなんで、その PR 会社の中でももう一人なんだよ結局そういうの分かるのは。この人って指定があってその人に頼むわけで、その人が実はグッケンハイムホイットにも全部やってるの。すごい忙しい、すごい。だけどその人だからアート業界の中の誰にどういうふうに情報を出せばいいかってことを知ってるわけだよね、うんうん、オープニング、森美術館が開いた時ってなんか外人の人結構いましたもんね、スタッフで、うん、まあ、特にトップが館長がね、イギリス人だったでしょ。ですよね、オックスフォードかなんか。そうそう、だから週に1回ぐらいそのニューヨークの PR 会社と会議してるわけですよね、英語で。え、来るんですかニューヨーク。いや来ない、電話の会議、それで、まあ、どういうふうにやっていこうかとかね、うん、あ、ニューヨークの方はずっとニューヨークにいらっしゃるんですか。そうそう、それで記者発表を2カ所でやったんですよ。ベニスビエンナーレの時に1回やって、はい、もう1回はニューヨークのモマ のスペースでやったんですよ。モマを借りた、モマを借りて森美術館をやるの記者発表やったので、あのモマの館長って今でも森美術館のアドバイザーになってるから、はい、あ、そうなんですか、うん、だからそういう意味ではすごくインターナショナルなネットワークの中でスタートしたわけ、うん、で、なんかこう貸してもらったりとかもしてるんですか。そうそう、借りて、うん、モマのコレクション展は1回やったね、うん、やっぱり今アートでもそのなんていうの、そのインフルエンサーじゃないけどその PR ってすごい重要なんですかね。重要だね、うん、いいことやってても人が見てくれないと意味がないじゃん、うん、それは何をもって良しとするんですかね。まあ PR って難しくて、うん、これをやったらこうなったと、うん、やらなかったらこうならなかったって比較はできないんだよね、うん、やったらもうやっただから、うん、だからもしやんなかったらじゃあどんなに人が入んなかったのかとかそういう議論はできないんだけど、うん、まあ結局できる限り努力をするわけだよね、うん、でも福田さんのもそうかったし、彼何でしたっけ、エンリヒなんとか、エンリヒ、レアンドル・エンリヒ、はいはい、うん、とかもすごかったし。でも最近はねやっぱり観客がバズるからね、うん、観客がやっぱりインスタグラムやなんかでガーッと上げていくから、うん、それでそのインパクトはすごく大きいと。だからその展覧会もそのエンターテインメント性があった方がいいってことですよね。まあ今そうなってきてるね、うん、
それとあとインスタグラム映えするかどうか。だからね、いやアートの基準変わってくると思うよ。丹生さんがインスタ映えするかとか。いや現実としてそうなってきてるでしょ。うん、ね。っていうことはさ、一般の人たちが考えるアートの、いいアートっていうかさ、その興味を持つアートっていうのは、はあ、インスタグラム映えするものでないとその興味が向かないっていうことになってくるとね、はあ、それ以前にこれがいい、これは良くないって言われたものの、はあ、基準がさ、だんだん変わってくるよね。はあ、だから福田さんのもインスタ映えしますよ。エンリヒのもインスタ映えします。福田さんって誰のこと言って、間のこと。いや、福田さんじゃなかったっけ、あの糸の。あ、塩田さん。あ、塩田さん、すいません。塩田さんね。塩田さんもやっぱりすごくビジュアルが強いよね、あの赤いと。あれはすごいインパクトありますよね。で、あれを見て、知らない作家だけど見てみようと思ってきた人は相当いると思う。ですよね。うん、だってあんな部屋中に赤い糸張り巡らして、その前で、それこそファッションの雑誌の、ね、シュートのロケーションに使えますもんね。うん、そうそう。そういうのがいいってことなんです。だけど、この前ピーター・ドイグ行ったけど、ピーター・ドイグも結構いたけど、ピーター・ドイグはあんまインスタ映えはしないですよね。まあそうだね。ピーター・ドイグはなんか癒されんのかな、なんだろうね。ピーター・ドイグってなんであんな人気あるんですかね。僕好きですけど。でもああいう画家他にもいるよね。何人かね。今だけど、ああいう写実的なのが流行ってるんですかね。若干写実的で。そうだね。ちょっと抽象だけっていうのよりは、具象の方がちょっと多い感じする ね。この頃小山さんがやってる展覧会のアーティストも結構あれ系ですもんね、うん、なんかこう何かが見えるっていうか、今さ物語性の時代なんだよ。だ物語をみんな知りたいわけじゃん。物語に出会いたいんだよね。だからなんか単純なこれとかあれとか抽象なものじゃなくて、うん、何かストーリーがそこにあるっていうものが受けてると僕は思う。でそれは PR もそうじゃない。だいたい物語性で売るわけじゃない最近は。はあはあ、でだからアートもある種のその背景っていうかね、うん、あのこの作品はこういう経緯でできたんですっていうのも物語だし、そうですよね、この中に書かれてるストーリーはこういうことですっていうのも物語だし、はあ、でもなんかみんなねそのそういう話が聞きたいんだよ。結構そのなんていうんですか、こう古いって言ったらおかしいですけど、昔に戻ってるんですかね。その昔ってもっと、まあそういうふうにも言えるけど、要するにそのこれ固い話すると近代モダニズムっていうのがあって、モダニズムっていうのはその世界中に共通する基準があるはずだという考え方でできてるわけですよ、思想的にはね。ということはアートで考えたら、そのどこに持っていっても美しいものは美しいと。でそれは誰にでも分かるはずだと、はい、インドだろうが、はいはいね、シベリアだろうが、はい、南米だろうとみんなこう美しいものを見たら感動するはずだと、はいはい、美の基準は一つだと、はい、いうのがモダニズムの思想なわけよ、ね、それが、まあ、70年代80年代90年代になってくると、はい、そういうのはだんだんこう崩れてくるわけだ、はい、ミニマリズムとかコンセプチュアルアートとか、もうそうそう、それでそのミニマルコンセプチュアルの時代まだしもなんだけど、80年代に入るとニューペインティングっていうのが出てきて、具象でカラフルな絵画がものすごい勢いで出てくるわけよね。でその段階で物語性が復権してくるわけだよね。でそれとポストモダンっていうのが同期してくるわけよ。でモダンに対してまあアンチモダンがあるっていう説もあるんだけど、モダン、アンチモダン、ポストモダンっていうふうになってきて、でポストモダンの時代になってくると、その結局単純に美しいものなんてないんだと、うん、そのこの文化この国に行ったらこれがいいとみんな思ってると、はい、しかしこっちの国に行ったらそのまた別なものがいいと思ってると、はい、で形とだからその単純にいいものがあるんだっていう思想はね、はい、形と色だという考え方に行き着くわけですよ、はい、うん、形と色が美しければそれはみんなには分かるはずだと、うん、でそれは物語じゃないと、うん、ということはさ、その抽象的なものの方がそれは通じやすいよね、うん、でそこに物語のこう書いてあるとね、いろんな、これは何なんですかっていうと、これはいや我々の村で昔から語り継がれてる神話なんですって言われるとさ、他の人みんな分かんない、ね、
だけどそれがいいっていう時代に、それでいいんだっていう時代に入ってくる。それはなぜかというと文化多極主義だからさ。一つの考え方が正しいっていう考え方は植民地主義的なわけよ。だからフランスがアフリカの国に行ってね、はい、お前パンっていうものがあるんだよと、これが一番大事なんだよ朝はクロワッサンを食うんだよっていうわけじゃない、ね、でカフェオレを飲むんだよと、黒人はああそうなんですかって言ってさ、それを真似するっていうのがモダンの時代なんだ。でもその今の時代はその現地の人がね、はい、いや俺はクロワッサンなんか嫌いだよ、うん、なんだこのバターの臭い匂いはと、うん、我々は豆を食ってるんですよ朝は、うんうん、でこれが正しいと、うん、いうふうになってくるわけ、うん、これが文化多極主義の時代で、うん、植民地主義の時代が終わったというか、うん、だからモダニズムと植民地主義が一体化してて、うん、ポストモダンになってくると文化多極主義になるわけだよ、うんうんうん、そして物語性が復権するわけで、オラが村の物語でもいいわけよ。でそこに漢字が書いてある、例えばね、はいはい、漢字書いてある、分かんないって、アメリカ人分かんない、うん、いやいいんですよと、うん、分かんないのはあなたの問題でしょと、うん、アメリカ人にね、うん、あなたが分かんないだけでしょと、うん、我々は分かってるんですと、うん、知りたければ自分で勉強しなさいっていうのが文化多極主義の時代の姿なんだよ、うん、だからある意味ですごく大きな思想の流れ、はい、それから何が美しいかっていう議論、はい、全部が今物語の方向に行ってきて、来てる、入ってきてるわけだよね、はい、でしかもその物語が僕の観察によれば、はい、今やそのイマーシブシアターっていうのはニューヨークにあるけど、はい、その観客を取り囲むような空間全体が作品になってくるような方向に向かってるわけです、はい、だから例えばそのもともとその演劇的な概念だったんだけど、イマーシブシアターってのはニューヨークにあってね、うんうん、それはその古いクラブだったビルの中に、うん、多分30か40 の、 その舞台シーンが作ってあるわけよ、うん、インスタレーション、はいはい、で観客はその俳優を追いかけていくわけだよね、俳優は次々に違うその装置の中に入っていくわけで、そこで演じるわけよ。そうすると例えばバスルームの中でね、はい、あの男と女が言い争ってると、はい、でも次の部屋行くとそこはホテルのロビーで、はい、そこでなんかその受付の人が説明してると、はい、っていうシーンが次々にこう展開するわけだよ、はい、で役者のグループも複数あるわけ、3つとか4つとかって、はい、それが それぞれでやってるから、はい、観客はそれを選んでいくわけだよね、はい、で人その選び方によっては全くストーリーが違うものに遭遇するわけだ。でこれがすごい長いこと当たってる最近一番の話題の演劇なんだけど、それをそういうのをイマーシブシアターって言うんだ。それ没入型順番に見ていくとストーリーが成り立ってるんですか、それとも関係ないですか。まあ大きな流れがストーリーになってるけども、違うところでこうやってるから、こう選び方によってその体験が違うわけだよね、はいはいはい、観客の、はいはい、でもおおよそはマクベスだって言ってるわけ、向こうは作った人はマクベスのストーリーを追ってると。だけどシーンとしてはそのアメリカの社会の普通の部屋、ベースはマクベスで今の社会にくっつけてるってことですよね、うん、でそれでね、それでそのまあ今の演技、美術を見ると、うん、やっぱりその2、3年前にあった、ミュンスターのスカルプチャープロジェクトっていう大きい展覧会があったんだけど、うん、話題になった作品ってみんなその観客が入っていくタイプなんだよ。だからイマーシブなんだよね、没入型なんだけど、だから彫刻とかね、絵画とかじゃない、うん、体験型なんですね。体験型なんだ。この前僕ロンドンで見たあのアンソニー・ゴーメンもなんか彫刻の中入っていくのやってました。あ、ロイヤルアカデミーで。あ、そう。でみんな待ってて中に入って、ただ暗い通路なんですよ。それない。彫刻の中症は体内なの。え？彫刻の体内。彫刻のなんか通路見たくなってて、うん、だなんか上がったり下がったりするんですよ。うん、だから兵士恐怖症はやめてくださいって書いてあって、すごい長かったから僕やめちゃったんですけど。でもそれ彫刻の格好してるわけ、外から見ると。彫刻です。っていうかもう部屋中にブロック、あのなんていう鉄の塊がこう積んであって、あの。なんていうかその周りを通る時もこうやってなんかこう結構障害物なんですよ。もう部屋中にこうなんて説明したいんだろう、
なんか鉄の箱が投げ込まれたような感じなんですよ、うん、だからその外をぐるっとしても多分中に入ってるとあんまり変わらない体型ができるんですけど、中は真っ黒なんですよ、うん、で そういうのは増えてる。うーん、そういうのが増えてる。でさっきのその物語性でこうなんていうの、文化多様主義でしたっけ。でやっぱり IT 革命とかもリンクしてるんですかね。要するに IT になってからこういろんなこと翻訳とかできるじゃないですか、うん、で調べられるじゃないですか、いろんなことが。そうするとその多くの人に伝えなくても興味がある人は調べてくれるからっていうことで、うん、そういうふうになんて広まってる。なんか 社会というか世界もそうだと思うんですけど、なんかグローバリズムと言ってる割には結構今断絶してるじゃないですか。イギリスも EU から離脱しちゃったりとか、イギリスの中でもスコットランドとイングランド話したりとか、すごい孤立し始めてるじゃないですか。それってやっぱり、まあ、アートにもその IT 革命っていうのもリンクしてるんですかね。 IT が広まるから。なんか僕のイメージはね、そう、もともとヨーロッパの人は特にグローバリズムに反対でね、うんうん、なんでかっていうとその文化がみんな均質化してしまうっていうふうに彼らは言ったんだよ。でも実はグローバリズムって全然均質化してないと思うんだよね。むしろ違いを強調する側面もあるじゃない。だからすごく違うものがもう分散してあるんだけども、それがまずは見える時代になったと、テクノロジーで。でしかもそれがこうピンポイントでつながる時代になってるんじゃないかと。だからなんていうか、例えば日本の田舎のね、奈良かどっかにほら駅長が猫の街があるんだよ。ね、ありますね。それでそれがその台湾で報道されたらさ、もうそれから毎日台湾の観光客が何十人も来るっていうさ、小さな駅ができちゃうわけだよね。でそこ狙ってくるわけだよ、みんなね。それ以外何もなくてもさ、その町はそれですごい観光客が来るわけだよね。そういう現象が起こる時代だってことなんじゃないの。でそれはやっぱりテクノロジー、情報技術のがものすごくきめ細かくそのこう情報をばらまくし、ピンポイントで自分の興味のあるものにこう行きつけるっていうことになってきてるんじゃないかと。で僕はちょっと想像してるのは、そのやっぱりアートの市場がね、うん、古いような気がするんだよ、アートの市場のあり方っていうのは。まあ基本がやっぱりギャラリーで、コレクターの少数のコレクターの好きな人がそのギャラリーに来て見て、で気に入って買いますと。でもその絵が好きな人は世界中にもっといるかもしれないわけだよね。でその人たちには見えてないというのが今までの状態だと、しかし本当はもっとそれがそのオンラインというかネットでね、見えるようなになっていく時代なんじゃないかと。そうするとブラジルかどっかにいる人が君の絵は好きだよっつって買いに、まあそのネットで入ってくると、いうようなことがもっと起こるようになってくるんじゃないのっていう感じはするけどね。僕もそのインスタグラムでその自分の作品上げたりするんですけど、なんか全然知らない人とかもコメントくれますもんね、うん、やっぱり外人の方がそういう意味では多いのは外人ですけど、うん、なんか君の作品いいと思うとか言ってくれてて。そうだから制作中からね、みんな上げちゃう人いるじゃん、うん、制作中ってこれはこういう思いで作ってます、はい、できたらきっと素晴らしいのになりますとかって言ってやってんだけどさ、でこうやってアップしていくじゃない、そうするとさ、完成してなくてもじゃあ俺がそれ買うっていうのが出てきたりするんだってね。だからやっぱりコミュニケーションの作り方によってそうなってくんだよね、きっと。もう完成する前から売れてるってことですか。そうそう、 IT の若い社長みたいのがね、見てていいじゃないとか言って買うよみたいな。いくらなの、200万です、あ安いねみたいな。やってみたら。だけどその今おっしゃったアートマーケットっていうか、アート業界が今古いって思ってるんですか、うん、南條さんは。そういう意味では、うん、まあいろんな意味で古いんだよ、つまりそのアート作品を作ってそれをお金持ちが買うっていうモデルも古いかもしれないんだよ。でまあこれもね、まあ、散々最近あった議論だけども、地域アート是か非かっていう議論があってね、地域アートっていうのは
日本中でやってるその地域芸術祭なんでしょ、地方の、はいはいはい、ですごいたくさんあるわけだよね、はい、でそこにいろんな作家が参加してる、はい、参加してる。でも参加してそこに絵を、例えば絵を描けて、はい、売れますって話じゃなくて、はい、そこにいる町民とワークショップをやってくださいと、はい、で1週間やったら20万ですみたいな、はいはい、形で呼ばれると、うん、するとこれは一体何だと、ワークショップやって金稼いでるのはアーティストの道なのかと、あ、まあ、学校の先生みたいな、本来はちゃんとした作品を作ってそれが質が高くて、はい、それをまあ買える人が買ってね、高い値段で、はいはいはい、そして生きていくのが正しい作家の道じゃないのかっていう批判があったりしたんですよ、はい、だけどそれを僕はね、その議論をヨーロッパのキュレーターにしたことがあるんだ、うん、そしたらその人がね、いやちょっと待ってと、それはね古いって言うんだよ、うん、でその売るんじゃなくてその作家がやってる活動を見てみんなが喜んでね参加してきて、うん、行政もそれで金を払うってなったらね、うん、その方が民主主義的なんじゃないかと、うん、で金持ちが作品を買ってるっていうことが正しいとは限らないと、おっていうわけで、みんなで楽しく、あまねく町民が何十人かでね、そのアート体験をして喜んでるんだったら、その方がずっとねアートにとっては正しいんじゃないのっていうわけ。その人フランス人ですか、ドイツ人だった。ドイツ人、なんかフランス人っぽい思想だなと思っていや、でもアートのデモクラタイゼーションっていうのはね、ずっとそれはアジェンダなんですよ、アートの。つまりいかにしてみんながアートを楽しめる状態にするかと。で基本的にヨーロッパはやっぱりさ、金持ちが自分の家の居間にね作品をかけてるわけだよ。もともとがだって王様のために書いてる。そうそう、王侯貴族、それから教会勢力、これがパトロンだったわけだよね。でそれが今はブルジュアジーだよね、要するにお金持ち、民間のお客、お金持ちが買っている、それがマーケットだよ、でそれに売るのが正しい、本当に正しいかと、金持ちに売ってね喜んでるけど、それは正しいのかっていうねことはあるわけでしょ。でもっと一般の人たちが喜べる形は正しいんじゃないかと。で翻ってみると、我が国の日本はね、江戸時代にみんながなんか文化を楽しんでたように見えるんだよね、結構町民もみんな楽しんでたと、で例えば歌っていうか音楽が一番すごいと思うけど、ハウタコウタナイシンナイなんとかってずっとあるじゃん、いろんな種類の歌が、で長唄っていうのもあるけど、それをある意味でみんなお稽古事として楽しんでたと。でしかもその家元制度ってピラミッド状だからさ、この人が習ってる先生がいると、先生に金払ってるんだけど、この先生はさらにその上の先生に払って、その先生はまたその上に払って、最後家元に行き着くわけだよね、こうなってるわけじゃん、これって社会全体が文化で食えるようになってんじゃないねすごいシステムだよすごいシステムだと思うべきだよ。だからその今までそれは正しくないと、欧米が正しいモデルなんだと思ってきたけどもさ、特に金、まあ、油絵の人とか、それから現代美術系もヨーロッパが一つのモデルだと思ってたんだけど、本当にそうかっていうのはあるわけだよね。で考えてみると江戸時代よくできてたんじゃないかっていうさ、なんか江戸時代ってすごいなんかいろんな意味で良かったって、そのエコ的にもすごいじゃないですか、いろんな意味ですごい循環してましたよね、多分経済もそうだし、まあ、エコノミーとエコロジー両方とも循環してたんですよ。そうなんで、ゴミも出してなかったし ね、古本屋と古着屋が一番多かったのが江戸時代だと。あ、そうなの、聞いたんですけど、ほぼ何もしてないみたいです。だからもったいないという思想は相当な強くあるんだよね。障子張り替える時も全部あの小寄りにして、なんか火つける時にはなんか着火のあれに使ってたとか、なんかすごいみたいです。だからなんかそういう意味では、もはやその欧米のね近代のモデルを正しいとする時代が終わってるわけだよね、